モリアーティ教授です。今回は電動工具のバッテリーを魔改造します。ヤフオクやメルカリで充電できないマキタや廃坑機のバッテリー、ワンチャン充電できるのではと淡い期待を抱いて購入し、涙した同志も多いのでは。完全自己責任だけど、セルをばらして生きたやつで組み上げますと言いつつ、絶対にバッテリーの分解はしないようにしましょう。家を失う可能性もありますので。マキタのバッテリーは充電しようとしてもすぐにエラーになります。電圧を測ると 9V 程度しかありません。マキタのバッテリーをばらします。トルクスネジ4本を外すと分解できます。明らかに怪しいセルがあります。このセルだけ電圧が出てません。中のセルは 14.4V なので、2個並列接続した18650セルを4個直列でつないであります。最近のは分かりませんが、これはセルごとの電圧は見てないです。なのでバランス充電もされてないです。温度は計測されているようです。充電器の DC18RC では9アンペアで充電されるので、セルのバランスが崩れると都合が悪そうです。都市伝説では充電回数をチップで記録しているので500回しか充電できないそうです。純正は高性能なセルを使用し、500回という回数制限にすることで安全性を確保しているのではないでしょうか。これで互換バッテリーのような粗悪セルで直列で充電するのはちょっと怖いのでは。それぞれセルの状態を見ながらマイナスドライバーでセルを外します。ショートさせるとやばいので気をつけて作業しました。というか、スポット溶接が剥がれているところがあります。振動等で外れるものでしょうか。自作のスポット溶接機で溶接します。一見さんのバッテリー式スポット溶接機を作ろうと思ったのですが、船用のバッテリーが手に入らなかったのでコンデンサー式です。溶接は 24V 仕様で 56,400 マイクロファラット分のコンデンサーを積んでいます。タブ板は 0.2 ミリですが、厚すぎて溶接がうまくいきません。この後無理やり組み上げて充電したところ、充電できませんでした。多分回数制限で基板が使えないのかも。ということで日立工機のバッテリーを直してみます。日立のバッテリーは充電してもすぐ満充電になってしまい充電できません。電圧は 5V くらいしかありません。日立はセルごとに電圧を見ているようです。バランス充電になっていると思われます。ただこの日立のバッテリーは状態が悪いです。錆でプラス端子がもげます。ということでマキタのセルで日立を直す方向でやってみます。今回は 0.1 ミリタブを買ったので、これを使ったところ綺麗に溶接できました。ただ元のタブよりも細くなっていると思われるので、大電流の放電は怪しいかもしれません。元のタブを剥がしたところがデコボコしているのでスポット溶接しにくいです。タブを基板にハンダ付けします。ケースがあまりにも汚いのでちょっと掃除します。
絶縁のためテープを貼っておきます。ケースを組み立てた後、電圧を測ります。 15V あるので大丈夫そうです。それでは充電してみます。今度は充電できているようです。充電が完了したので、チップソーカッターで動作確認してみます。一応切れるようになりましたが、耐久性は分かりません。使うのは怖いので、まあやっぱり純正を買えというのが正解のようです。